スローリジェクトミス出てたからな。さあまだありますよこれは。ゴシー、ここは上でっぱ、ここガードしてからの、ここは暴れている、シールをつけてミスってる、間違えたったな今、今のは、ま、間違えなかったな、間違えたな。風が溜まってねえ、風が溜まってねえって、なんかあのレイチェル以外で言うことになるとは思わなかったが、抜けて抜けてからのリークギー巻いてガサイ、ゴシーからバーサー、これはまあしゃあないよな。あ、これはしかしまだ生きてるか、抜けて、あーガチャ回せなかった、勝ったのはアルハザマ。はい、勝ち抜きは辻川さん一挙でした。はい、では次ハッシーさん、雑業は片付けておきました。気のせいですね。ハッシーさん雑業は片付けておきました。チーム相手挙げて、はい、 VS グラビティフカイズ。ハッシーさん、ザコは片付けておきましたチームは、今回、わらくん、わら、ハッシー、ハッシーだね。はい、あっちはもう聞いたんで、じゃんけんして筐体セレクトして、先方はそっちは誰？椿でいいの？いや、だってもう向こう言ってるもん。うん。はい、ラグナ VS 椿ですね、先方。ちなみにハッシーさん、雑業は片付けておきましたチームは、わら椿、ハッシー田岡か、そしてもう一人のハッシーは 8C さんと書いてハッシーさんですね。プラチナ使いのハッシーさんです。さあまず先方は誰だっけ、あ、そうだな、わらつばき VS ゼロダンテドゥームラグナ、ゼロバージルドゥームだった、ごめん、ゼロバージルドゥーム、ゼロダンテバージルって言いそうになってそれを言い換えちゃった、ゼロダンテバージルは違う人だった、これはひどい、すごい、あ、今のラピッドキャンセルは一体なんだ。さあわらつばき、ここで終わるわけにはいかない、後ろに待ち構えるハッシー軍団のためにもまずは雑業を片付けておきたい、お互いに先方ぐらいは梅雨払いしておきたいですよね。しかしこちら側のゼロバージルドーム、これもまた彼らの戦法、グラビティスクイーズの、ダンス踊りすぎやろ、昇龍なら負けておらん、内野抜けて投げる、ヘルズハングで移動していく、ヘルズヘルズヘルズ投げたんで、やべえ、さあ昇龍で死体殴り、
うわあ、これはなかなか。しかしやりすぎだ。投げてバスト。さあわらつばき、しかし今回は衣中じゃないとガード不能がないので、昇竜合戦バレていて駒投げでした。ガキは読んで、しかしかかは取れない。タックルが当たって、さあ勝ったのはわらつばき。あなたは、ラグナさ、なんかさ、ゼロバジルドゥームっつよりさ、今完全にノボだったよね、今のは。ほんと今なんかセンチュリオンって言いながらなんか突進してる感じだったけど。さあヒューマンロケット的戦い方を繰り返した先方二次元ラグナーはここで敗退。続いて出てくるは、さあ今日はテイガーで出るかアズラエルで出るかどっちで出るか悩んでおりましたメガホさんのアズラエル。この前ね、彼からね、あのメガホさんからね、アズラエルでどうやったら勝てますかみたいな感じで聞かれたんで、僕はむちゃくちゃするっつったんですよ。そしたら分かりましたって答えられまして、もう理解されたようなので、さあそのむちゃくちゃ度合いが見られるのか。むちゃくちゃされてますね。アズラエルがあんなことやこんなことをされております。さあこのまま終われないっすよメガホさん。いやーこれは、いや補正を切られている。耐えた耐えたんだが、勝利を耐えたけどダメだった。椿もなかなかですな。怖いね、すごいね、置くようにアーマーが置いてある。バリアントっつって言って置いてあるからな。さあゴミクズがって言って突っ込んでった後に勝利を食らう、この流れどっかで断ち切りたいんですけどね。あーこれはまずい。やりたかっただけじゃねえか。おい絶対今さゲージ回収してるあたり狙ってんなこいつとかと思った。さあ決め切って、だからさ何回も言ってるけどさ、今作の椿はアストラル決めたって別にミンゴス流れないんですよ、うん、仕様変更されてるんで無理して狙わなくてもいいじゃないですか。さあ勝ったのはわら椿。さあグラビティフカイズ、あとはあとがないぞ。最後に出てくるのはこれ名越って読んだ方がいいんすか、なんて読みますか。名古屋、なんか関東勢からは名古屋って呼ばれてましたね。まこと、どうしてここ。つばき、目を覚ましてあげる。ナゴさんっていう風に言うとなんかね、レイチェルの付き人みたいで。さあ最後出てくるのは、さあ名古屋誠。昇竜読み。しかし打ってくる。チャージを細かく貯めて2本貯める。
さあ捕まえて画面端バースト溜めてタックル、捕まって足方向、さあコマミスダウン、勝利読まれて位置入れ替えて走る走る、フレット出してガードして、もう一回バナナを投げる、この前このチンパンジー頭がいいと言われておりましたが、あ、ダメだった。完全にアウェイ、この前ね、哲也郎くんからね、わらくんはこのチンパンジーバナナを投げて戦うなんて本当頭がいいなみたいなこと言われてましたけど、そのバナナ2回投げてもダメだった。そういえば今月のアルカディアにバナナ対策が載ってましたね。バナナ対策載ってたけど、あれ読む限りでは反撃手段はないって書いてあるのしか思えなかったんだけどね。この技を対策みたいなこと書いてあったけど、内容を読んでみるとね、つまり椿側は 50% 払っているので付き合ってくださいって書いてあった。いや、よく読み取るとそう書いてあるよ。あれいや、あれね、1から13まで好きで14フレーム目以降無敵なんで、反撃は実質ないっす。さあ、バラがコンボをされるために会場からハイハイという声が聞こえている。立ちくらい、そしてコンボミスって、あー、ミスってミスって、あー、蹴られて終わった。ツバキがここまで追い込まれる理由って何なんだよ。わらくん、誠の勝利ゼリフはさ、なんか椿がこんなに追い込まれる理由ってなんだよ、友達なんだから何でも相談してよっつっていう風に言ってくれてるよ。なんかすごく煽りにしか聞こえないけど、わらくんがそこまで追い込まれる理由ってなんだよって、友達なんだから相談しろよって。なんかね、ノエルとミュウも勝った後のセリフがね、かなり相手煽ってんすよ。やばいよね、あの二人やばいよね。ミュウ全部やばいよね。レイチェルさん、ありがとうございますみたいなこと言うもんね。自信ないけど、誠がジーンに勝った時のやった、キサラギ先輩に勝っちゃったもやばいと思ったけどね。結構ね、統制機構女子組のね、勝ちゼリフは危ないです。さあ、こちらも、こちらはそのハッシーさんのうちの一人、ハッシープラチナ。そのね、わらくんとこのハッシーさんは埼玉統一杯の初中級大会で、それぞれ優勝と準優勝で、決勝戦でやり合った仲と。
まあ今ここにドリームタッグが結成されたわけなんですけれども、あ、さあ今日は名古屋さんのコマンドミスが激しい大会仕様、いつも通り。なんか出なかった時に出なかったっていう声が聞こえるんで、引っ掛けてダウンを取ってパンから投げ通して、さあ走り追い込まれて、あと入れ替わっちゃった、中段当てて西当たらない、補正を切って 6A6C メロディ 5A6A と 6A マミサキラか、スワロム出ちゃった、宝箱空投げ、さあお互い五分状況、フライパン立っている、今回ってフライパンの硬直さっていくつ、どれぐらいあるんだろう、あれ怪しいよね、マイナス2とか3とか、だから高さによるんだろうけどさ、さあマミサキラ打ち切った、キュアドと台風決めて、さあ勝ったのは、ハッシーさん、雑魚は片付けておきました、あぶね、漢字読み間違えるとこだった、ザコって言いそうになった、ちゃんとね、勝ち間際ってね、相当準備しておかないと無理だから、ずっと触っていたいです、幸せ、そして下溜めとかないといけないんで難しいっすよね、はい、では次、事故もあるよ、事故もあるよ、チーム VS、 いやー、雑魚キャラ、雑魚キャラは辛いっす、雑魚キャラって言いにくいんです、雑魚キャラの方が言いやすいな、これさあ、いやー、雑魚キャラは辛いっすわ、 VS 事故もあるよ、いやー雑魚キャラはつらいスワチームはウグイスバルケン、アチハザンはユーユーバルケン、え、いやもうアチシで登録されてるし、さあ事故もあるよチームは岩尾アマネ、大曽根陣、八重葉プラチナですね、さあそちらのバルケン、バルケンバルケンアッチなチームも誰が先方で出るか、バルケン、まあ悠々の方のバルケンだよね、はい、岩尾さんアマネですね、いや岩尾アマネは一見の価値ありですよハードルが上がっている、いやでもね、あまねね、前回大会とかもね、全然いなかったんで、少なかったんで、高峰ノア、ずいぶんとおじいさんが出てきたけど、自信
ノアーって叫ぶのよ、おい。なんだよその叫びは。掛け声は何、そのノアーって掛け声は。さあ激しい激しい。あの、クラレーってんのがさ、僕にはクラエークラエーって言ってるように聞こえて、あれクラレーって言ってなんかその現地の言葉でなんか牙だか爪だかっていう意味らしいっすよっていう風に聞いて、あ、そうなのみたいな、なんかなんだっけ、ドイツ語、あ、ま、そしてマミさん、マミさんからの投げ、うわー、ノアさんが追い詰められている。さあプラチナ側、明けましておめでとうございますという掛け声とともにマミサキラ荒らしております。いやでもね、犬の状態はマミサキラのガードができないので、まあ有効ではありますね。特に軌道がね、すごい円じゃないけど、あの弧を描いて突進していくので、出ちゃった、やっちまった。そして反撃激安だった、間に合っていない。そして中段からの中段、あるあるだけど、出ちゃった。なんだ、なえ、ちょっと困る。爆弾ノアさん、ここの瞳や。6A で暴れて、最後はそれかっていう感じの、これはね、あれですね、読み合いっつうよりはなんかあの心を積む戦いですな。体力を減らす勝負というより、走って投げ、マミさん、これがね、ガードできないので結構有効ですよね。バッサして、激しいな。え、何が起きた今、なんかゴミで対空されちゃったなって思ったら、なんかポポポポって音が出て犬が潰されてた。バット、マミサキラー、さあ、あと1回小投げ入って、まだあったからの中段ヒップアタック、スーパーベジータが勝った。頭無敵ないの、ゴビー今回狼ゴビーないの、あるよね、あれあるよね、あるよね、あるけど裏まで攻撃判定ない、結構潰れるわ。じゃあめくりか、めくりのせいか、高峰ノアって名前がダメなんだよ。塩見修子に変える、それはまた割と安牌な名前に。だいたいね、あの人ね、ノアさんかわいい、ノアさんかわいいっていう風に言うながらね、あのね、新春のお年玉ガチャでね、なんかね、いいやつ引いたのにスタドリに変えてもね、SR ノアさん買わないからいけないんですよ。え、出回ってない、弱いからっつってて、ノアさんの SR 買わないとか言ってるからな、ダメだよ、愛が足りないですね、多分敗因はそれです。さあ、情報出てきたのは狭間、さあ、アツシさんの狭間ですね。これはまたあの名前、プレイヤーでもひどい名前してますね。
配信では言えないような名前をしてます。いや、あのね、今までもバンされかねない名前は出てきてたけど大丈夫だったんで、多分大丈夫です。ちょっと何、え、今の何、ガーキャンとコパンで総裁した。なんで今日のこの試合はなんか偉いマジカルばっかり起きるんだ。バットだったか。使ってガキャン、伸ばして画面端6円立っている。ヒットカフェにしっかりして、なんだフライパン、ダッシュが出ない。あー、コマ投げが痛い。単発止めしちゃった。できればもう立たレボン2アクション。出なかったっつうか何もしてなかったもんな、ね、今激しい。高かった。おお、バックス読んでる。さらに空投げバーストして端から逃がしたくない。一人残ってるジャコ、しかし繋がらない。コマ投げ入る。ラピッドマミスターキラー。さあ11、飛びを通してレセガ中段当たる。バーストしてキレン、ガショウガが当たる。ジャイシースカって、そうか、ハザマプラチナだからトリニティボイスになるんだね。暴れている。ケツ、ケツ強いよ。中段が通ってしまう。まあ見えないけどね。おお、アツシつっつっ、肉体を失ってもまだ内容にとどまる。ああ、あなたもしつこくない。つうかガード方向入れながら復帰しちゃったからね。それでですな。さあ続いて出てくるは、大種陣。 Please select your character. またの名前を AR さん。わ、すげえ、大曽根さん8段まで上がってる。このなんとかハメ太郎ってやつを、わ、またあのあれだな、正午もひどいな。さあ大曽根陣 VS 淳狭間。さあアッチアコスタイル当たっているけど、レッセンが補正切り。捕まえて二段線締めて、ガショウガが当たる。レッセンが
飛びを通す噂切れそう読んでいて飛び込みめぐりジャンビこれは抜けて